始めましたねどうも、ボビー・アトレザーのボビーです。えー、きょ今日は10月20日ですか、ね、早いですね、えー、49回目の放送となります。それでは、オープニングムービーをどうぞ。 あましてボビー・アトレザーの大阪のボビーア・アトレザーのアトリエからですね、えー、生配信させていただいております。えー、今日はですね、えーあのー、非常にですね、えー、晴れやかな秋晴れでしたね。うんまあ、雨が上がるたびにですねいい、えー、感じのなんてうの涼しいになってきてね。うん 出かけたくなりますね。そのことばっかり毎日言ってますけどね。うん、この時期はね、なんか、あなんかこうアトリエでね、こもるのがもったいないなと思いますけどね。うん。で、まあ今日は昨日にね引き続きですね、えー。昨日はですね、あのー、これだったからちょっと待ってよ。ね、きのころきのこボビーきのこね。このボビー・アドレザーのおーオフィシャルのおね。 ロゴマークについてですね、えー、お話しさせていただきました。ね。はい。ね。ボビーアドレーダーですね、こういう感じですね。えー、まあ、これちょっと前の写真なんですけども、ハンガーもね、えー、まだあの、ボビーキの、これ、これあの、オリジナルのステッカーをですね、貼った頃ですね、まだオリジナルのハンガーをリリースする前の写真が残って、まあ、ちょっと貼ってますけどね。うん。で、こんな感じですね。今日はですね、スカルハットロボのね、 もう一個ねあるんですけどねそれのことをねちょっとお話ししたいなと思いますでこう T シャツ <laughs> もうだいぶ色がねこうあのなてこ,うこうみたいないかなこ,こうこうかな、うんね、これですねもうだいぶヴィンテージがだいぶもうヴィンテージ化してますけどねあとはまあこういうねあのオリジナルのねもうだいぶいい感じに育ってますけどねループタイねでえー、っとですね え今日はねこのスカルハットねえこれが誕生した頃のね話をですねえちょっとねさせていただきますねえこれはですねえいつかねからキャラクターを作りたいなーってオリジナルのねそういうふうにえ考えてたんですよ時期があってですねでまあ あのー、まあどういうふうなにしたいな,したいなとかいろいろ当時思うわけですよ。で、あのー、自分の何年5年前かなもう5年前の誕生日の夜ですよ。うん、夢の中でですね <laughs> なんかマかみたいけど夢の中でですねほとあと、のー、出てきた形なんですけど。 それをですね、朝起きてすぐにですね、えー、忘れないうちに書き留めたんですねそれがこちらです、ね、これ、ねえー、見えますかね、えー、こうか、ねまあ、これ白黒反転にしてますあのええー、感じで見えるように <laughs> えっとですね朝起きて、えー、さーっとこれですね、えー スケッチブックにですね、えー、書きました、まあ、9月26日になってますね2015年のえー、誕生日が僕の誕生日がですね9月25日なんでねえー、まあ翌朝ですよ <laughs> でねあのー、やっぱこう「スカル」っていうのはね、えー、非常になんてうのいい意味が込められてますよね うん、あの再生とか永,永,遠永遠の命というか永遠のこう再生とかねなんかそういう,う,こう繰り返しすようなまあ,あ永遠を意味するようなね意味がある込められているそうですね。うん、でまあそれを知ったのも、まあ、多分これですねこの僕普段僕の機レに入っているこのーエースメタルワークスのですね、えー、スカルリングですよ。<laughs> ね でそこからですね、えー、まあまあいつもスカルリングはですね、えー、縁起物としてですねずっと指にはめてましねであのー、後にねこう,こういう感じでね、えー、オリジナルのスカルハットロゴのね生まれ誕生したわけですねはいで、えーまあ、写真を今まあホー,ホームページからですねでまああの翌朝ですね あのそれをスキャンしてですねあのイラストレーターでですね <laughs> ちょこまかちょこまか、えー、こういうデザインをですね、えー、作ったりしましたね。でまあ後にですね、まあ、今も展開しますけどね、えー、バルファッションスタイルハ、ね、ンドスタイル、えー、いう位置づけでですねハンドメイドでまあまあいろいろオーダーで普段ね、えー、作品作りしてますけども。 えーっととままああと、まあ僕のデザインとかそういうのを生かしたいような感じのね、えー、展開をししたいなあと思いましてねうんまだまああのー、そんなグッズ展開とかもできてませんけどあとあなんていうのかな,、うんね、なんかこうグッズっていうか。うん。 でまあ、あのこれができた時はやっぱ嬉しかったね本当は、まあ、フィギュアとかも作りたいなとか、ね、いろいろあったんですよ。自分でまあフィギュアをこう造形して、えーまあ、それをね、えー、どっかいた時にフォトスポットにポンと置いていか写真撮るとか、うんまあ、今「スター・ウォーズの、ね」のストームトルーパーを、ね、シャレでよく使ったりしてますけどね、まあ、そういう感じでしたいなと思ったりとかああいろんなこと考えましたね。まあ、まあそれはまあ いつか形になるでしょう、ねえー、だいたいこういういうに、えー、話したりとかしてることは大体いい将来的にはあ形になるってくるんでね、うん、あとはこれですよこれができた時も嬉しかったですね、えー、これあのー、夜勤ね。あの刻印とか夜勤とかあるじゃないですかこれ,これをあの熱くしてねじゅっとこうするわけですよ あのー、もともとね、あのー、スカルロゴでなしができる前のお、ね、ボビーキノコのオフィシャルのお、えー、ロゴマーク、えー、そっちの方でね国、えーえー、印とか夜勤をね、えー、するつくもりで,ですね、えー、いろいろ働きかけてたんですけどもいかんせん,なんか柄が細かいみたいで、あのー、焼いた時に潰れてまうということですね、えー、ちょっとあの <laughs> それでそのまま保留になってまあそれもあってなんとかこうオリジナルのねアイテムにえロゴを入れたいなっていうのがあってねでまあ当時から開発したのがですねまあこういう感じですねギターのピックをですね埋め込むいうこういうスタイルでねえ夢を考える楽器としてねいうコンセプトのもとにね、えー そういうふうのギターのピックやったらこうなんかすれたりしたんで、うん、まあそれでずっとさしてましたねほんでマ、まあ、スカルロゴができたおかげでね夜勤をねあのこれやったらできますよということでねでギターのピックとかいろいろしたりしましたねであれですよあの家内があの家内言たからかなあの妻って言わなかったからねあのこの間あのチコちゃんで <laughs> あの、えー、やってたみたいですけどね で、うちの妻がですね。あの趣味でね。あのパンをよく焼くんですけどね。その時にですね。まだこれがあのこの。これがですね。えー、まだあのこのこういう黒くなってない頃ですよ。まだあの？来た虚の頃ね。パンに焼いたパンにじゅっと押してね。このどら焼きみたいな感じでね。<laughs> あの、非常に嬉しかったことを覚,覚えてますね。なんかいろんなものにね。あの。 これをやったらオリジナルな感じしません。で、あのチョコとかね、なんかいろ,いろ将来的に、ね、なんかいろいろ考えますよ。あの妄想ですね。これはあくまでも妄想ですけど、あのなんてやろうな、なんかスカルをこのねスカルを貼ったね、えー、オリーブチョコとかね。僕はたまた小島なんでね。<laughs> なんかそうとか。 うん、あの昔のペロティみたいなねあのあの白黒あのチョコレートの色とあの、えー、ホワイトチョコレートの、ね、こう組み合わさたようなねあんな感じのものとかねそれスカールでできへんかなとかねなんかいろんな妄想は考えてますね。こあのコーヒーま、よくあるんがマグカップですよねマグカップで、えー、このロゴをね黒に白でシルバーまあ僕はシルバーにするから、ね、シルバーできんかもしれんけどまあそんな。 ね、オリジナルのができたりなできたりしたらなと思ったりとかね、うん、そういう感じで、えー、ね、あのー、そういう,うことができたらなというイメージも込めてですねえーえー、なんていうのこのねこのこういうこれがね、えー、展開できるようになればなと思ってますね。 うんまあ、ハンガーとかそうーオリジナルのね、あのー、革ジャン用のハンガーとかは、ね、そうさせてもらいましたねあとはあ、まあ、ギターのピックもそうですけどあとねあのこういうこのループいつもこう、ね、使ってるこの,このループ体、ね、もですね、えー、ギターをねこう入れるギターのねこうピックをですねこのスカルハットのねこ,これ作りましたねこれまああのあののー あれですよスーパースターも使ってるんですね使ってるっていうかあの,の首にかかってたんですよね <laughs> それがびっくりしましたねこのねこれもともとねこれが担当したのはねあのー、ジョニー・デップのファンの方がですね、えー、ジョニーが来日した時に。 あのプレゼントをねいつもお渡ししてるそうででまあバンドでランジすることであのオリジナルのツアーごとの,あのピックを使ってるらしいんですねジョニー・デップのバンドがねでそれで、えー、そういう意味も込めてですね、えー、なんかあボビーさん作れませんかねということででまあ,あのこれを開発このねアイデアも開発したんですねこれも取り外しがあ可能なんですね。 ここもポケっとなってますんで,、ね、でまああのまあこれ制作させてもらってでも当時ねでそっからですね、えー、だいぶ経ってからかなあの、まあ、ジョニー・デップが来日してでなんとかこう手に渡ることができたそうなんですよねまあまあそこ,そ,そこまではまあよくねあおめでとういう感じでねであのその後ですね ゲ、えー、イアン・スミスの、ねあのー、ギターのジョー・ペリー、ね、い,いるじゃないですかジョー・ペリーのおーソ,ロ、えーね、ソロコンサートの時にです、ねえー、ゲストでジョニー・デップが、ね、登場した時に、えー、こ,これに、えーまあ、スカルロゴのピックじゃなしにこう自分の,あの,バ,ン、ね、あのバンドのピックを入れて刺し,刺,し刺してでこう首にこれを、ね、ぶら下げて、えー、登場してる写真がです、ね、<laughs> あったわけですね。うん、あのツイッターでバンバン上がっててまして なんかこうおねそのねオー,ダーいただいた方のね夢がかなってですね、えー、非常に嬉しかったことをお覚えてますね。なんかねこの下新情のこの <laughs> 隠れ家のようなアトリエでですね、えー、ね僕が人、えー、知れず <laughs> 制作したもうね作品がですね、えー、スーパーパ世界のスーパースターですよ。ね。 あの子供から大人までしてるような方があちょっと電話があち,ょあちょっと妹から電話がかかってきましたね、えー、もしもしあ今生配信中やから後で電話するわうんうん後で電話するはいはいあほんまえ帰りよんうん分かったあはいはいほんだならで電話するはいえ<ー笑> 妹からの電話でした、ねえーまあ、ラ,ライブ配信はいろんなことがあ、ねえー、突然上あり,りますよね,ね、まあ。そういうふうな感じでですね。えー、まあなんかこういろんな,なんかこう一つのねことをこうやってたらですね、えー、いろんなエピソードが生、ね、まれますね、うん。そんな感じでですね。あの えーえー、まああなんていうのなスカルロボのねことについてですね、えー、誕生の秘話についてっていうかあ突然突如夢から夢に出てきてねそれを書き留めたのがあのこのスカルロボですね、えー、このねえー、オリジナルキャラクターをですね、えー、いなんかこうがこのキャラクターがですね、えー、こうなんていうのか 一人歩きしていけるようにね、えー、ゆっくりね育てていきたいと思いますね。はい。あ、<laughs> いろんな方が見てくれてますね。あ,ありがとうございます。あ、日比野さん、ええー、なって、あんま、どあのどの分で、あここ,これのエピソード。うん。ね、ありがたいね。ほんまありがたいですよ。あのー、ねえもうなんかそういう方がね声をかけてくれるっていうのが。 ほ本当に、えー、ありがたいなと思いますね見つけていただいてね僕ほんまに思いますよおうおうなんか僕から言うと発信でても,もうこういうふうなこととかあとはまあねあのホームページのブログですよね、うん、あと SNS もまあそんなにねあのできる範囲で、えー、してる方で,ですけどもね、うん、そんな感じで、えー、いつも気にかけていただいてるねそのおかげですよね まあ、あの、今日のね、秋晴れのようね、ええー、心地いい日をですね、えー。ぜひ楽しんでいただければと思います。で、またお会いしましょう。ボビーでした。じゃねば。バ